メトロポリタンアベニュー、ロリマーストリート駅は、ブルックリンク・ウィリアムズバーグにある、ニューヨーク市地下鉄の複合駅で、BMT カナーシー線と IND クロスタウン線が、駅舎を共有している。終日 G 系統と L 系統が停車する。上層にある、BMT カナーシー線ホームは、ロリマーストリート駅、IND クロスタウン線ホームは、メトロポリタンアベニュー駅である。 メトロポリタンアベニューマイナスユニオンアベニュー交差点の南東角にメインエントランスがあり、両線の連絡通路に出ることができる。また、東側のメトロポリタンアベニュー、ドリマーストリート交差点には直接、カナーシー線ホームに降りられるエントランスがある。通路は L 字型をしており、下にクロスタウン線、上にカナーシー線が通っている。この通路は、 仮想のクロスタウン線のメザニンにもなっている。クロスタウン線メザニンから見ると、通路の右半分は、カナーシー方面ホームへのスロープ、左半分は八番街駅方面ホームへのホーム、下連絡通路になっている。もともとは、カナーシー線とクロスタウン線を乗り換える利用者は、それぞれで運賃を支払わなければならなかった。これは、カナーシー線は、ブルックリンマンハッタントランジット車、 クロスタウン線は、市営のインディペンデントサブウェイシステムが運営しており、両社が競合していたからである。ニューヨーク市内の地下鉄網が、市営に一元化されて8年後の1948年7月1日に、改札内連絡通路が整備されて、無料で自由に乗り換えができるようになった。連絡通路券、クロスタウン線メザニンには2000年に、ジャッキーチャンが制作した。 サインズオブライフという作品が展示されている。クロスタウン線メザニンには、ニューヨーク市交通警察の文書も入っている。IND クロスタウン線、メトロポリタンアベニュー駅は1937年7月1日の、クロスタウン線ナッソアベニュー駅ホイド、スカーマーホーンストリート駅関延伸に合わせて、開業した、相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。 駅名表のモザイクタイルには開業当時の駅名メトロポリタンアベニュー、グランドストリートと IND の乗り換え案内表示、2ストリートトランスファーが残っている。メジャニンはホームの全長にわたっているが、中央部と南側は警察署とまたの業務用スペース及びオフィスになっている。南側出口は非常口になっており、グランドストリートに出ることができる。 駅中央部にある出口は廃止されて塞がれている。BMT カナーシー線ロリマーストリート駅は1924年9月21日にデュアルコントラクツの下でマンハッタンの6番街駅からモントローズアベニュー駅まで建設されたカナーシー線地下区間の初期開業区間の駅として開業した相対式ホーム2面2線の地下駅である。 ロリマーストリートにある入り口は、駅上のメザニンにつながっている。また、ユニオンアベニューにある入り口からは、直接、マンハッタン方面ホームに降りることができる。メトロポリタンアベニュー駅に関するカテゴリー、ロリマーストリート駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。